私もまだまだ強く、レベルアップ、レベルアップです。お邪魔しますわ。こんにちは。何しに来たんだい。今日はまだ僕とクレハ君しかいないよ。あ、ゼリスカさんたち、どうぞどうぞ。あいつはもう少ししたら来ますから。レイちゃんもちょっと外出中でいないんですけど。それは残念です。では少し待たせてもらおうかしら。念のため言っておくけど、僕の方が先約なんだからね。そんなに睨まなくても大丈夫ですわ。大した用事ではありませんから。ここも随分賑やかになりましたね。キリトさんたちもよく遊びに来ますし。僕としては、もっと静かな方が好きだな。もう少し仲間を選んでくれればいいのに。珍しく意見があったわね。あの人は不思議と人を集めるところがあるわよね。あっという間にゼリスカさんたちと仲良くなってますしね。まだまだ私がいないとダメですけど。そうかい。最近はだいぶ腕を上げてきたようだけど。ああ、それはまあ確かに。でもあの人にとってクレハちゃんは大事な相棒でしょ。戦闘力だけなら上の人間はいっぱいいるわ。でもクレハちゃんの代わりはいないもの。だったらいいんですけどね。あいつ昔からほっとけないですし。そういう関係羨ましいわ。最強のソロプレイヤーと名高い無冠の女王もそういうセンチメンタルな発言をするんだ。意外だな。自分の心に嘘をついても仕方ないもの。いつき、あなたも遊んでほしい相手には素直に遊んでと言える方が得だと思うわ。そうやって相手の気持ちをさも知っているかのように振る舞うのはいただけないな。だって顔に書いてあるもの。では顔を洗ってこよう。いつきさんに口で勝つなんてすごいです、ゼリスカさん。いつきとはGGO のサービス開始直後からの付き合いだから、なんとなく分かるところがあるの。といっても戦術も趣味も全く気が合わないから、いつも弾丸を打ち合ってお話しする仲なんだけど、まあ最近は妙に楽しそうだしよかったわ。マスター、いつきは機嫌が悪いように見受けられました。あの状態が楽しいなのでしょうか。ええ、退屈よりは焼き餅を焼いていた方がきっと楽しいと思うわ。見ている方もね。運営からメール？アップデートのお知らせ？
SBC フリューゲルにお家に帰れます。とっても嬉しいです。早く行きましょう、マスター。よかったですね、レイちゃん。パーツも集まったし、これで準備は OK なのかな。SBC フリューゲルはかなりの難度らしいから、僕たちの装備もしっかり整えとかないとね。そうだな。フリューゲルが落下した時の衝撃でアバシスや資材が周辺に飛び散ったという話なんだろう。だから SBC フリューゲル周辺のフィールドにアイテムやアファシスが眠っているのね。当然その中心であるフリューゲルにはかなりのレア武器や資材があるはず。燃えるわ。どんなに強いエネミーが出ても任せて、絶対に倒してみせるわ。ねえアファシス、 SBC フリューゲルはどんなところだったんだい？お家にはお母さんが待っているのです。お母さんはとっても優しいんですよ。でもエネミーが出ないわけないでしょ。私がいれば大丈夫です。なぜならお母さんは言ってました。確か、ま、大事な攻略情報じゃないか。思い出しました。おやつは一人までです。は？おやつなら一人じゃなくて一つでしょ。何かの暗号か。おやつ、生産スキルに関係してるのか。もっとさ、エネミーの情報や隠しアイテムの場所とかさ、そういう情報はないの？昔のことはあまり覚えていないのです。 SBC フリューゲルの中を見れば思い出せるかもしれません。それにお母さんに会えたらきっといろいろとわかるはずです。お母さんはとっても頭がいいんですよ。私が大好きなみんなならお母さんは歓迎してくれます。これは絶対確実です。はい、楽しみです、マスター。それで誰を連れていくんだい？何が待っているかわからない以上、まずは様子見で少数精鋭で行くか。アバシスのこともあるし、今回はまず君が行くべきだろう。君とアバシスで二人。あ、強力な前衛はいるよな。となると俺か。ストップ。それっぽいこと言ってるけど、本当は自分が一番乗りしたいだけじゃないの？まさか。僕も立候補するよ。絶対役に立つから。私も。まさか私を置いていったりしないでしょうね。僕も行きたいな。ほとんど情報なしで乗り込むんだ。きっと退屈しないイベントになるよ。私も行きたいです。結局みんな行きたいんじゃない？もちろん私もね。どうする？選択権は君にあると思うよ。よし、決まった。行くぞ。じゃんけん。やった。まあ当然の結果よね。今日はついているな。早速行こうぜ。残念。頑張ってきてね。ねえ、僕に運がないことを知っていたよね。こんな運頼みの勝負で勝てるわけがないじゃないか。
このお返しは近いうちに必ずするよ。なんてね。